私たち大人気だ。ホーリー、現実逃避しない。とはいえこの数はちょっとまずいか。どうする？前の相手にしてるうちに後ろのに追いつかれちまうか。となるとここで俺が食い止めるのが上策だが、それじゃあアーデムを止めるのを全部任せることになっちまう。なあ、うじうじ迷ってんのよ。 30% 色の子。Oh, they're still alive. Maxwell, Laplace. Come on, Grimoire Merlin. ようじゃの。アラトロさん、生きてたのか。当たり前でしょ。あたしとフルがあんな無様な死に方してたまるもんですか。ファレグが来てくれなかったら確実に死んでたけどね。右に同じというわけじゃよ。遅くなったが、ギニより助太刀させてもらう。別にあたしは助太刀に来たわけじゃないわよ。マザーの仇を取りに来たの。でもまだ私たちは怪我治ってないし、本調子とは言い難い感じ。グーっぽく言うなら 50% がいいとか。うん、私の体は関係ないし、戦うのはラプラスとマクスウェルだし。無意味に強がるでないオークよ。誰がなそうとも結果は変わらぬ。家庭よりも結果を重んじよ。わかってるわよ。そういうことだから 10% 色男、あんたたちはさっさと進みなさい。何事も適材適所。あなたならわかるでしょ。私の能力は時間稼ぎにうってつけ。あの時は破られちゃったけど、あなた以外の相手なら絶対に破れない能力だから。マザーの仇に目に物見せてやれぬのは血と尺じゃが、何、こうして強力に現れただけでも十分に想定外であろう。死ぬなよ。はっ、そっくりそのまま言葉を返すわよ。 10% 色男。今のやり取りは死亡フラグだよ。死亡？何？何つった？何であろうともよかろう。我らの目的は追いすがる化け物どもこの場に縫い止めること、それだけじゃ。義に報いねば人の治りを。それはマザーも悲しむ。そうであろう。それにヤッコさんもこれ以上は待ちきれぬようじゃ。ったく、せっかちなやつらね。そんなせかさなくても相手してやるわよ。フル、準備できてる？もちろんだわ、フー。マザークラスター、月の使徒、フル、ジャニーズ・ラフリック。マザークラスター、日の使徒、オークミラ。マザークラスター、土の使徒、アラトロン・トルストイ。マザーの思いを無にしないため、マザーの気持ちをつなぐため。我らマザークラスター、今ここにその力を示すのじゃ。
we're not. Using me and then stun locking me and maybe lose all my teammates. Freaking sucked. Venga. それに皆さん、早かったね。思ったより役に立たないな、オフィエル。まあいいか。動くんじゃねえぞ、アデン。まずは一発ぶん殴ってやるからな。はあ、今までに見たことないほどのすごい剣幕だね、エンガー。そんなに僕のことを止めたいのかい？当たり前だ。お前がやろうとしているのはこれまでの人類の歴史全てを否定することだろうが。そんなのをはいそうですかって受け入れられるやつがいると思ってんのか。できるできないじゃなくて、しなければならないんだよ、エンガ。人が次の段階に進化するために、この星のパラダイムシフトのために、今一度の創造が必要なんだ。苦手なこと。今を生きる人たちをどうするつもりだ。
進化に犠牲はつきものだよ。それは当たり前のことだろ。進化のための犠牲？あんな化け物を生み出すのがお前のやりたかったことなのか。新たなる世界に耐えうる姿を想像したらああなったってだけの話さ。別に悪いことではない。あれも進化だよ。あんな形での進化なんて誰も望んでない。それは進化と言えるの？兄弟揃って分からずやですね、棺さん。望む望まないではなく、やらなければならないと申し上げたはずですよ。どうしてそこまで進化を求めて。逆にあなたたちはこの世界のどこに希望があるというのですか。人類は相争い、世界を滅ぼす技術のみ進化し、不意に得られたパラダイムシフトの種も同様に闘争にのみ消費する愚かさ。長い長い時見守ってきましたが、もはやいかんともしがたい時を迎えたんです。この世界、人類は、この停滞した世界を推し進めるためにふさわしき場を用意し、創造の神を下ろす。そうして地球は進化する。具現武装も幻想種もさまつなこと。エーテルによる具現の極致、それは古より行われてきた神の降臨。そして作り出された神の手でパラダイムシフトを迎え、再び未来へと歩み始める。未来への道は自分で切り開くもんだ。誰かにどうこうしてもらうもんじゃねえんだよ、アーデム。分かってもらえなくて残念だよ、エンガ。結局僕たちも逃れられないんだね。常に相争わねばならない人類の呪いからは。始めよう。最初にして最後の僕の戦いを。アーデム・セイクリッドの名において戦うよ。Doing some kind of weird shit. Shit. That's what poisoned me. Interrupted that, of course he did. Yep. Damn it! Oh, I'm running out of healing items. Come, grab,
much freaking health does he have? Oh, jeez. アデム、原初の魔法使いであるこの僕もあっさりと超えていくんだね。だけどこれでいい、これでいいんだよエミが。神おろしはこれでなされる。神おろし、どういうことだアデム。 いかに創造、具現の産物といっても神が無償で権限するわけがない。その降臨にはそれにふさわしい供物が必要。神が入るための器が必要だ。それも生半可な器では成し得ない。器にもまた相応のものが求められる。例えば 人の範疇を超え神の呪いを受け、長い長い時を生きてきたものの体とかね。アデム、そう、それでいい。器たるべきはこの僕の体だ。創造の神よ、 我らが父よ。これはあなたの作った器です。降りるに嫌とは言わせませんよ。<笑>この気配は良いのですか、ファレブよ。あちらに火星に行かなくて。 別に私が行く必要もないでしょう。私は人の力を信じておりますから。さあ続けましょうか。ここどこ？さっきまでの場所と違う。気持ちのいい風に 心地よい光、こんな環境現実味がない。そうであろう。ここは我が庭、人の身には過ぎたる場よ。誰？そんな言葉だ。人の子よ、呼んでおきながらなお我を何と問うか。まさか てめえが。いいか。
神。我はこの星を、宇宙を作りし存在である。この宇宙そのものである。アーデムの体を器に神を下ろすってのはそういうことかよ。しかし宇宙の創造神のご登場とはいきなりぶっ飛んできやがったな。不意不足の形ではあるが、こうして固まったのであれば、この身の役目果たさねばなるな。この地、この星を糧として、いざ新たなる宇宙の創造を行わ。星を糧に創造って、地球を壊す気？今の人類、この星、この宇宙にとっては。だが案ずるな、生まれ変わった宇宙は新たなる人類が引き継ぐだろう。ついえた世界は糧としての価値しかなく、それを人が望むのであれば、我はそれを成すのみだ。そんなことさせない。刃を向けるか、創造の神。雨の魅惑魔が消えた。どうして？ソは我が一部を用いて具現したも、我に通じる由もなく、我の意に従い分散する。それが道理である。星のために尽くしてくれたことを感謝する。あとは創造神たる我が引き継ごう。ゆるゆるとお帰り願える。あれも我が世界のものにある。ともどもお帰り願うとしよう。はあ。あ、どうしてここに？この振動は次元跳躍。アークスシップがどこかに飛ばされてる。座標を確認します。現在位置。そんな、まさか惑星ナベリウス周辺宙域。出撃していたアークスも全員シップ内。アークスシップごと戻された。そんなことが可能だと言うんですか？あの人はどこにやったの？来訪者はあるべき場所へ帰ってもらった。その尽力に感謝は絶えぬ。これをこちらの問題。あとは我が宇宙を作り直すのみ。これで終わりなの？ここまで頑張ったのに、こんな終わり方が私の結末なの？そんなの嫌だ。私はまだ何も成し遂げてない。そうだ、八坂ひつぎ、まだ君にはなすべきことがある。なんだこの雑音は。地球の子よ、我が子らよ、
声、マザー。我が家に不純物だと、いつの間に。まだこの星に名前がなく、月というものが存在しなかった頃、遠い遠い昔の頃だ。私の大半は月となったが、私の一部は地球と共になった。そして貴様の具現に使われているエーテル、それもまた私より生じたもの。創造の神が自己否定はできまい。貴様がどれだけ願おうとも私は消せんよ。砕けた星のかけらか。だがこの身の主導権は我にある。雑音などゆくゆく取り除けばよい。まずはサジより片付ける。僕の中にいるんだね。今さら私が言えた義理ではないが、八坂執事よ、いいな。地球を救うために力を貸してはくれないか。うん、お姉ちゃんやお兄ちゃんやみんなを助けられるのなら僕の力を使ってほしい。二人とも地球とのつながりは僕とマザーが作る。だからお願い、もう一度地球に、みんなを助けて地球を救って。まったく、ずいぶん安請け合いしちゃいますね。どうやって向こうに行くんですか？アクセスは遮断されているし、座標もむちゃくちゃに攪乱されていて、当分転送もできそうにない。思いだけではどうにもならないこともあります。何か手はあるんですか？それは私への信頼と受け取ってもいいですか？いいですよね。一番最初に言ったじゃないですか。私はあなたをサポートするための専属ナビゲーター。あなたが望むならば何だって成し遂げてみせます。思い出してください、棺さんや氷さんがこっちに来ていた頃、彼女たちは PSO2 を介してあちら側からこちら側にやってきていました。あれをこちら側からやればいいんです。原理は知りました。実物も見ました。分析はできている。つながりもある。だったら作れない方が嘘でしょう。こちら側からあちら側に行く術を。